こんにちは。今回は男の子の出世と健康を願って恋の絵柄を描いた布を飾るという日本の風習についてご紹介します。それがこの恋のぼりです。日本では5月5日子どもの日という祝日が近づくと、日本のさまざまな場所でこの恋のぼりを青空の中で見つけることができます。なぜ池で泳ぐ鯉が空を泳ぐ鯉のぼりになったと思いますか？それは中国の滝を登り切った鯉が天に登って龍になるという言い伝えと、日本の古くからある風習が組み合わさって生まれたと言われています。ここで突然ですが、ポケットモンスターをご存知ですか？ポケモンの中に鯉キングという鯉のポケモンがいますね。その鯉キングが進化するとギャラドスという竜のポケモンになります。それもこの鯉が出世して竜になるという仕組みと同じですね。鯉のぼりは外に飾る大きなものから、このように可愛い置物タイプまであります。ぜひ日本に来た時は大きな鯉のぼりを見て、この小さな置物サイズの鯉のぼりを買ってお土産にしてみてはいかがですか？